先生大変なんですどどうしたんですかそれがこの前のランク1位のプレイヤーとの試合の時 <noise> なんだよ勉強させていただきましたってこっちは一回も勝ってないのに だから、そういう相手をイラつかせるための心理作戦なんだろいちいち感情的になるなよ。はあ俺が感情的だから負けたって言いたいのかよ。負けた一番の原因は計算力の差なんだよ。二人とも落ち着いてよ勝負は終わったんだ俺の計算スピードに文句があるんだったら、自分で計算しろよああ、いいわチームワーク乱す奴はいない方が効率良くなるからな。ああ、そう。わかったわ。 それから場合のカズは部室に来なくなっちゃって早く戻ってきてほしいんですけどやっぱりここか今日は部室で作戦会議だろああそれだったらどうぞこの部屋を使ってください最近は全然試合に勝てなくてランクも12位まで下がったんです大丈夫だってそれより今度から期待値が場合の数の計算をしてよ ええー、全く自信ないよ。僕は計算早くないし、確率くんがやってよ。俺は全体の戦略を考えなきゃいけないんだよ。だから、俺がいちいち計算をしてたら、戦略眼が曇るんだよ。確率くんは戦略に自信があるんですね。そりゃあもう、 例えば場合の数なんて何にも考えてないから袋の中に黒い碁石が5つ白い碁石が4つ入っていて同時に3つ取り出す時に黒い碁石が少なくとも1つ入っている確率を求めなきゃいけないとするじゃないですか。そんな時あいつなんてわざわざ黒が1個入っている場合と2個の場合3個の場合って足していこうとするんですよ。 でも少なくとも1個入っている確率なので俺ならその逆の出来事1個も入っていない確率を確率1から引く戦略を取るんですよなるほど逆転の発想で真っ向勝負を避けるってことなんですねそう勝負には状況を冷静に分析する戦略家が大事なんですよでは場合の数君くんはそうした戦略もなくたった一人で戦ってるんですね ランクくこんなのね自業自得ですよでも確率くんたちもランクが10位も下がりましたよねこの状況を冷静に分析するとどんなことが言えますかそりゃあお互いそんな状況ではありますけどあいつがいると部のチームワークが乱れるんですよ俺が計算しないからってわざと約分とかしないまま計算式を渡してきて自分はとっとと次の計算を始めたり いいいちいちいやみったらしいんですよそれは単にその約分を確率君にお願いしてより早く次の計算に行きたかっただけの可能性はありませんか確かにそもそも約分はどちらかといえば確率君の係だしねそうだけどあいつの方が計算得意なんだからその方が効率いいだろう本当に計算が嫌いなんだね ちなみに場合のカズくんに計算を全て頼みたい理由って他に何かあるんじゃないですかえいいや別にそんなの何もないですよそうですかでも不思議ですねそれほど戦略や全体像を大事にするのに実際の計算になるとどうでもよくなってしまうんですかどうでもよくはないですけどただ計算はちょっと怖いっていうか。 ええー、計算が怖いのそりゃお前にはわからないよ。場合の数から直接計算結果を受け取るわけじゃないし。あいつが計算してる時ってすっごい集中してて正直引くのよ。確かにあの時はちょっと話しかけづらいよね。鉛筆から火花出る勢いだもん。しかも時々すごい計算しづらい結果を渡されることもあるし、あいつが正解を出せば出すほど、その後の俺が どどんどん間違いでで。きないって感じでだから計算が怖くなっちゃったのかじゃあどうしよう私が戦略を考えるなら苦手な計算と真っ向勝負するより問題を解決するのに本当に必要な人と話し合う手を選びますけどね場合の数くん 実は北市くんが来る前に私が場合の家族に少し頼みごとをしていたんですもしかして今の話聞いてたのかよ正直意外だった単に計算が面倒だから俺に全部押し付けてるんだと思ってたからだからたまには計算しろって意味でわざと約分してない結果とか渡してきてたんだろう。別にそういう意味だけじゃないけどどんな理由があるんですか 役分を最初からしちゃうと後からどんな計算をしたか確認できなくなるからです。俺は確率から言われた通り計算はできるけど戦略とかはよくわからないからでは確率くんがちゃんとお願いした通り計算がなされたのかを確認できるようにわざと役分をしないんですね。勢い余って中途半端に役分しちゃう時があるんだけど。 そうすると最後にミスをしやすくなるんです確かに約分するなら大きな数はある程度素因数分解を意識してお互いにこれ以上割れないってところまでしないと計算ミスしやすくなるもんねだから俺にだって不安はあるんだふ不安いくつか場合分けして最後に確率同士を足したとき それが1を超えたりしないかとかいくら俺が計算が得意だって言っても確率の役に立つ数字になったかはいつも心配なんだそそそそんなこと言ったら俺だって心配しまくりだしお前に余計な計算させてないかとかいっつも心配え <laughs> 何そのアピールお二人にある恐れの気持ちは互いに対する尊敬の念があるからこそではないでしょうか まあ俺はそう言われたらそうかもしれないですけど絶対にこいつは尊敬とかじゃないと思います違う俺はちゃんと分かってるんだって場合の数がいなかったら本当は何の意味もないんだってこの際せっかくですからこれまでのやり方に逆転の発想を用いるのはどうでしょうか例えば今までは全ての作業を分担制にしていましたねでも、 最初から方向性を考えるのも計算をするのもそれをまとめるのもみんなで行うつまり全てのやり方をトリプルチェックででで行うんです。すそれいいですね。例えばコインの表裏が出る確率みたいにどっちも1分の2だって分かっている確率のことでも3回繰り返して1回裏になる確率を求めるときは。 そうなるるる場合の数を考える必要があるんですよそれを1人でまとめるんじゃなくて場合の数たちも一緒に考えてまとめてくれたらすごい助かります結局全部をチームプレイにすれば不安がなくなるから分業制よりかかえって効率が上が上るかもねあと誰がミスしてもみんなの責任になるし相手の気持ちを考えたりするきっかけが増えるかもね気持ちを考えたりね。 大丈夫ですよ確率つくんなんてサイコロの気持ちにまでなれるんですから今までこうやって気持ちとかちゃんと話せなくって何て言うか今までいろいろごめんいや俺も闇っぽいことしたしごめんよかったこれでまたみんなで部活できるね今度こそ みんなで力を合わせてランク1位を取ってみせます私も楽しみにしていますいやーチームで戦うっていうのはいいですね、うん、本んに勉強をさせていただきました。